今回の動画は1年2ヶ月ぶりの県道シリーズです。県道3号線を走ってみました。途中集落の中を走るルートがあり迷います。1年前にも一度撮影に行きましたが2箇所間違いアップには至りませんでした。今回はセブンイレブン桑名西別所店からスタートです。
国道306号との交差点、宇賀交差点に到着です。なかなか集落の中の道はやばかったですね。対向車なくてよかったです。今回の動画はここまでです。剣道シリーズもぼちぼちやっていきたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。鍋奥省の三重の舗装道でした。またね。